B1 哨戒機をご存知でしょうか？レーダー照射で有名になった哨戒機です。今回は意外な性能を詳しく見ていきます。アメリカの P8 哨戒機が追いかけてきた P1 哨戒機を世界へ売り込む際の諸々の課題について紹介します。レーダー照射は思い出しただけでも、海上自衛隊が現在運用している P1 哨戒機は、初の純国産哨戒機として、それまで日本の海を守ってきたアメリカロッキード社が開発して、川崎重工業がライセンス生産していた P3C オライオンの後継として、2013年から配備が進められている。P1 哨戒機といえば、2018年12月20日、日本海で、怪しい動きをしていた韓国海軍の駆逐艦高解度多用に接近したところ、攻撃用の火器管制レーダーを照射された事件で有名になったのは記憶に新しい。韓国海軍はアメリカ海軍に倣ってか、艦名呼称に人名を用いることが多いことで知られているが、この高解度多用は古代朝鮮の高句麗時代の英雄王の名前である。ちなみに、韓国海軍の潜水艦の呼称にも人名が付けられていて、こちらは日韓併合時代に日本に抵抗して独立に貢献したとされる活動家などの名が付けられているのだが、欠陥や故障だらけの潜水艦が多いのは周知の通り。かの事件においては、日韓双方の言い分に食い違いがあり、結局のところ、双方が正当性を主張したままうやむやになっているが、その後の情報を見る限りでは、韓国の方がうやむやにしたい話であろうとの見方が強くなっている。この事件の現場は日本の排他的経済水域内で、韓国側の主張によれば、高解度多用があの現場にいたのは、遭難した北朝鮮の漁船を救助していたら、日本の飛行機が超低空飛行で威嚇してきたために、レーダー照射で追い払おうとしたとしているのであるが、海上自衛隊が公表した映像を見る限りでは、レーダー照射された前後における B1 哨戒機の高度は超低空ではない。B1 哨戒機から撮影された映像には、確かに、高解度多用と、漁船らしき小舟と韓国の警備救難艦、三本魚と、ゴムボート2隻が映っていて、救助していたとの証言を裏付けていると言えなくもないが、韓国艦艇に対して威嚇飛行しているようには見えない。B1 哨戒機が、高解度多用と三本魚に接近したのは、現場が日本の排他的経済水域 EEZ の内側であるのだから、記録撮影のために接近するのは当然の行動であるし、高解度多用もそれは当然知っているはずだから、海上自衛隊の哨戒機が接近してくれば、自らコンタクトを取るべきであるのだが、それをせず接近してきたからとして攻撃に使う火器管制レーダーを照射する行為は、少なくとも、友好国の航空機に対してすることではない。また、B1 哨戒機から複数の周波数で呼びかけをしていたが、全く反応はなく、そのことについて、韓国は通信環境が悪く受信できなかったとしているのであるが、映像を見る限りでは、晴天で海は穏やかであり、通信環境は良好であったとされ、もし、韓国の言い分通りに無線を受信できなかったとしたら、無線機の故障としか考えられず、韓国海軍の駆逐艦の無線には欠陥があると公表しているようなものであろう。ただし、これについては、その後に韓国海軍が公表した動画で、P1 哨戒機からの呼びかけが明確に聞き取れていたことが判明してしまい嘘であることが明白になっている。この事件については、韓国が北朝鮮への国連制裁を破る、いわゆる、瀬取りに協力していたのではないかとの見方もあって、いつもであれば、いつまでも執念深く抗議してくるはずの韓国が何も触れてこないことからも、後ろめたい何かがあるのであろうとの憶測を呼んだままになっている。この事件で注目された P1 哨戒機は、2000年に P3C の更新時期が迫ったことで、当時の防衛庁が、次期固定翼哨戒機を、国内の技術を育成することも兼ねて国産化することを発表。2013年に正式採用され、その開発費は、後に、C2 輸送機として、正式採用となる次期輸送機と共同開発することとして合わせて3400億円とされている。
日本としては、この国産哨戒機を世界に売り込みたいとの思惑があって、世界の航空ショーや航空見本市に出展し、P3 を使用している各国に売り込みをかけていたのであるが、ボーイング社が開発した哨戒機 P8 ポセイドンとの争いは分が悪い状況であるという。ニュージーランド、ノルウェーは、すでに P8 哨戒機の導入を決定しており、残る有力な導入候補であるカナダも、どうやら P8 に決まりそうだとされているほか、ドイツも P1 哨戒機を採用するための形式証明の取得が難しく、導入までの時間がかかるとして難色を示しているという。P8 は、ボーイング社が開発した米海軍向けの哨戒機で、同社の737型旅客機を改造したものである。日本の P1 哨戒機との性能を比較すると、巡航速度は P8 が 810km に対して、P1 は 833km、実用上昇高度は 12,500m に対して 13,000m、航続距離は 8,300m に対して 8,000m と、レーダー性能、兵装搭載能力など P1 の方が高性能であろうとの声があるものの、決定的な差はなく、どちらも高性能の哨戒機とされている。この両機の大きな違いは、P8 は、ノースロップ・グラマン社が開発した無人偵察機 MQ-4C トライトンとの連携を想定して開発された点にある。アメリカ海軍とオーストラリア海軍は MQ-4C をすでに採用していて、連続作戦時間の長さを生かしこれによって常時海上を監視させて不審目標を発見したら P8 を派遣するとの運用方法を想定しているとされている。この MQ-4C は海上を低高度で監視することでより確実に不審艦艇や潜水艦を発見しやすいとされる利点に加えて有人哨戒機を常時飛行させておくよりも運用コストが安く済むという。またアメリカ海軍は現在開発中の無人潜水艇エコーボイジャーとの連携も想定していて、連続航行距離が 12,000km 以上で 3,000m まで潜航可能は、この無人潜水艇とのマッチングで P8 の対潜哨戒能力が短期での哨戒能力を大きく上回るとしているのである。このように P8 については将来に今以上の発展が期待できるメリットがあることに加えて、P1 はコストが高いとされていて、日本以外に導入する国は現れないとする見方が多い。P1 については、近年における潜水艦の静寂性向上が著しいことから、対潜哨戒能力の向上が図られ、研究が進められている。戦闘指揮システムをより充実させるための情報融合能力の向上や、レーダー、光学センサー、音響センサーの信号処理技術の向上などの他に、使用機材の COTS リフレッシュが検討されている。COTS リフレッシュとは、商用オフザシェルフの略で、機材に、既製品のソフトウェアやハードウェアを採用することで、開発期間短縮とコスト削減が期待できるとされている手法である。これによって、P1 哨戒機の値段が少しでも安くなることが実現できれば、我が国の防衛予算削減に貢献するだけでなく、海外への輸出販売展開にプラスになると期待されているのである。